日ご来場のドラゴンズ公式ファンクラブゴールドレギュラージュニア会員の皆様にドアラなりきりうちわをプレゼントしております。代打でのツーランというところで、その結果というのはご自身ではどう捉えてますか？そうですね、つなぐ気持ちで行って、たまたまホームランやってくれたんでよかったです、はい。ルーキーとして、はい、1年目ここまでというところを振り返るといかがですか？そうですね、全然まだやるべきことができてないなっていうのを思うので、まだまだ、実力不足なんで1個ずつ潰して、1軍行きたいです。例えばどういうところを一番でか？そうですね、一番はやっぱり、バッティングですね。バッティングの中でもやっぱり状況に応じたバッティングっていうか、まず野球をしか覚えるっていうところですかね。転校して2年でやっぱりみんなより遅れてる部分があるんで、そこはやっぱり人一番勉強してやらないといけないなっていう思います。ファンクラブのユニフォーム着用ということですけれども、いかがですか、着てみて。僕赤好きなんで初めて着たんですけど、かっこいいですね僕は結構好きです、このデザイン。なんかちょっとモチベーションが上がるっていうか、結構かっこいいと思います。なるほど、はい。三好選手、香川出身で、はい、プロ野球だとどこのファンだったんですか、幼い頃って。プロ野球は、巨人の試合しかテレビしてなかったので、一応巨人ファンです。なるほど父親が、巨人ファンだったので、それで、巨人ファンっていうか巨人しか見てなかったです。憧れてた選手みたいなのって当時いるんですか、幼い頃、少年の。当時は、亀井選手です。ちっちゃい時は、父親が好きだったんで、その影響で、お前もこのバッティングフォーム真似しろってずっと言われてたので、多分その影響だと思います。左で、外野手。なるほど、なるほど。こう会ったり、対面を果たしたり。オープン戦で、一回見ました目撃した、目撃はしました、バッティングを。さすがにこう話しかけるような。いや、話しかけれないです、無理します。一軍もFC スペシャルゲームというのがありまして、来場者の方に、ファンクラブの方、こちらを渡してるんですけど、どうですか、こう三好少年がこれをもらったとしたらこれこういうやつですか？あ、そうです、そうです。あ、こういうやつですか？なりきりうちわという感じで。ああ、なるほど。ちっちゃくないですかね。顔でかい。顔でかいね。これ入らないですか？どうですか、こう、配られるということで、特典なんですけど。
いいんじゃないですかね。かわいいですよ。もう一回いいですか。なりきっていただいて。あ、ちょうどですね。あ、目が寄っていってますか。ありがとうございます。これぜひあのプレゼントするんで。あ、マジですか。名古屋球場で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。であの最後に、はい、あの残りの今シーズンルーキーとして残りのシーズンへの意気込みを聞かせてください。そうですね、まだ、まあ、2軍でしっかり結果出して、いち早く1軍で活躍できるように、頑張るので応援よろしくお願いします。ピッチャーは森、ピッチャー森、背番号28。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の登板振り返ってご自身ではいかがですか。そうですね、まあ良かった点と悪かった点があるんですけども、まあ悪かった点ではまあ打者のインコースに対して、まあ、しっかりボールを投げきれなかったというところが、まあ、次の課題に出たので、そこをしっかり練習して次に向けてやっていきたいなと思います。逆にあの先発でこう登板重ねてきてますけど、はい、手応えみたいなところっていうのは。そうですね、まあ、自分の中でも徐々に自分のボールが投げ出ているので、そういった面では少しずつ手応えというのは出てきています。今日はファンクラブユニフォームでの試合だったと思うんですけど、はいはい、初めてですよね、あの色。そうです、初めてです。 どうですか、デザインとか。そうですね、やっぱかっこいいデザインで、まあ、いつも違う、いつも着ないユニフォームなので、まあ、新鮮さを感じました。はい、あの今日スタンドお客さんも入る中、はい、あのまあ、クラブのユニフォーム着てるファンの方々もいましたけど、はい、一緒に戦うっていうところではいかがですか。はい、そうですね、温かい声援を送ってもらったので、そういった面では自分の気持ちが鼓舞してもらったのかなというふうに思います。あのドラゴンズファンだったっていうのを伺ってるんですけど、はい、逆にこうファンがファン目線で同じユニフォームで選手戦ってくれるってどうです？そうですね、やっぱりそれはファン目線なら嬉しいことだと思います。はい、当時は誰のファンだったの？僕は、中里選手のファンでした。はい、あれですよ、ユニフォーム、あの背番号をつけてた。そうですね、はい、入団最初つけてた背番号が今一緒なので光栄に思います。一番最初にサインをもらった選手っていうのもありますし、まあ、投げるまっすぐっていうのはこう自分の中で思い出の中としてすごいいいボールだなっていうふうに思ってたので、ああいうボール投げたいなっていうふうにはずっと思ってました。あの対面は果たしてまだ会ってないですね。あの今度1軍でもファンクラブスペシャルゲームというのがあって、はい、同じユニフォーム着て選手の皆さん戦うんですけど、はい、そこに来たファンクラブの方にこれを、はい、プレゼントしてるんですけど、はい、どうですか見て。まあ、そうですね、暑い季節になるんで、まあ、うちは必須だと思うので、もうこれで涼しく観戦してほしいと思います。これあのなりきりうちわって言って、はい、あの多分そのここのところがほっぺた、なるほど、顔を重ねるということですね。ちょっとどうですか。僕は大丈夫です。大丈夫。風で飛んでる。大丈夫です。大丈夫です。はい、プレゼントするんで、あのぜひ暑い日に使っていただけ、はい、寮で使えます。暑い時。ありがとうございます。ありがとうございます。残りの今シーズンの目標みたいなところではどういうところ設定で最後にして。そうですね、やっぱり一軍に上がって、やっぱり一軍でしっかり結果を出すということを、やっぱり
目標なので、しっかりそこにできるようにしていきたいなと思います。